え、すごい、何これ、すごいよ。なんで、皆さんこんにちは。今日もまたボール蹴って皆さんに説明することを説明して、楽しくやっていきたいと思います。今日のゲストです。よいしょー、ニューガメです。お願いします。今日はいつも呪術つなぎでやってるじゃないですか、呪術つなぎのその先の人が怪我してたり予定が入れなかったりで、ね、なかなかできなくて、とはいえその呪術つなぎ以外のパターンって、死が行ったそれこそアンダーのこと、あと大きいレン君、はいはいはい、であれも大きい人と対戦してくださいっていうようなことがあったみたいな。そうそうそう、呪術じゃないってなると、何かしらのやっぱ理由がある時だから、勝負はやっぱそういう時、僕一回その、ドリブルデザインの青壁と新潟のジャパンサッカーカレッジっていうところに行ったんですよ、そこにいた子で、で今日来てもらって。なるほどね、はい、それで言いましょうか、じゃあ今日のゲストです。こんにちは。ジャパンサッカーカレッジ卒業で今は東京都一部のアローレ八王子というサッカーチームでサッカーをしてます、柴野木龍太郎です。よいしょー、お願いします。すごい、すごい。今まで自己紹介お願いしますとか言ってくれてたじゃん、急によ急に名前言ってくれた。確かに、さすがです。さすがです。え、ジャパンサッカーカレッジで今年の3月とかに卒業して今、今年21で22の代。めっちゃ若いじゃん。肌ツルツルだもん。まあポジションちょっといいですか。お、なになになに、ごめんなさい、コイン持っててもらっていいですか。コイン怖いんだよ持っててもらっていいですか。ね、あ、大丈夫大丈夫ですって。大丈夫、それは俺が決めるよ普通の500円玉なんで。持てばいいの。持てばいいです、大丈夫です。怖いんだけど、何これを右手で蓋してもらえます。サッカーの話してたんだけ大丈夫ですよ。これ今ありますよね、これ500円玉取るイメージでこっち投げるんですよ。これなくなってたらすごくないですか。いや、すごいちょっと開けてもらっていいですか。怖いんだけど、何、はい、そうあるんですけど。なんだよ何、何、何、あるじゃん。ある、ある、大丈夫です。この間で500円玉消えたらすごくないですか。今持ってる500円玉、すごいですよね。500円玉取ってちょっと手に移し替えて持ち上げてもらっていいですか。いきますよ、この手で指鳴らすと消えるんですよ。よく反対の手持ってるって言われるんですけど、こっちの手もないですよ。どこに行ったかっていうと、エレベーターのように上に上がってこれですか。やばい入浴壁さん、今日はですね、最初に言い忘れましたよ。彼はサッカーももちろんやってるんですけど、現役で、さらに現役でマジシャンです。まだ整理できないんだけどどういうこと、え、マジシャンなの。マジシャンやってます。なんで来たのちょっと待って、どういうことマジシャンサッカー選手ってこと。そういうこと。なんだよそれ、嘘いつの間にここに乗ってたか、これマジで分かんないですからねちょっとじゃあさ、え、サッカーの話どうするポジションとかは。あ、ポジションで聞いてないわもう分かんなくなっちゃったんだけど。ポジションは、ポジションはサイドハーフとフォワードやってます。主食は主食、なんかやばい、思ったことも聞けないし、思ったようなリアクションも取れない。どうする、飲み行くはい、今日はですね、ディフェンスというか、まあ、ディフェンスの守り方じゃなくて、ディフェンス、え、ごめんそっちやってる時ごめん。軽く今翔吾の理論説明するからさって言ったら、じゃあちょっとだけマジックやりましょうかって言って、はい、消えましたって声が消された今回はディフェンスで大事なロングキックについて説明したいと思うんですけど、後ろの選手は必ず右足も左足も蹴れるように練習してほしくて、その理由をちょっと今日は説明したいと思います。まず右足とか片足しか蹴れない選手、今回は右足しか蹴れない選手で、説明したいと思います。右足しか蹴れない選手の場合、左足が蹴れる場合と何が違うかっていうと、もしこの助走で左足が蹴れる選手だった場合、どこに蹴れるかっていうと、ここに蹴れます。右足しか蹴れない選手っていうのはこう助走してて、こうは蹴れますよ。でもこっちっていうのはこう助走しないと蹴れないじゃないですか。その資格をなくすために両方を蹴れる必要があるっていうことですね。どこにでも蹴れるっていう状況を作るってなると、右足だとこのままこっちにも蹴れる、左足だとこのまま横にも蹴れる、だから全部の角度が蹴れるように両方蹴れた方がいいですよっていうことなので、後ろ目の選手は特に必要なスキルだと思うんで、そこを意識して頑張ってみてください。
じゃあ今日もちょっと対戦していきたいと思います。いつも通り10本中3本入れたらチャレンジャーの勝ち。今日実は僕ボール忘れちゃってボール買ってきたんですよ。でもし僕が3本決められちゃって負けちゃったらこのボール見てる方にプレゼントして、ついに視聴者プレゼントするようになったついになりました。ちょっといろいろ考えたんですけど、やっぱ YouTube とかやってるとこれ宣伝しようとか言われるんですよ。全然その宣伝受けるんですけど、その代わり視聴者プレゼントもらおうと思って。あ、だからどしどしその企業さん絡んできてくださいっていうことを。絡んでもそう、その代わり視聴者プレゼントを企業さんからもらいたいです、それをプレゼントに当てたいと思いますみたいなことを言っちゃったってことでしょ。言っちゃいました。言わない方がいいんだよあんま子供たちがモレリアいいなとか、いいボール使ってんなとか言うのだからもう今回はこのボールを、プレゼントしたいと。じゃあそれだったらさ、最後にさキーワード言おうよ、最後に今日のキーワードはなんとかって言って、それを、僕公式 LINE 持ってるんで、それをじゃあ概要欄に貼っとくんで、それに登録してもらって、じゃあとりあえずじゃあ今日勝たないと視聴者プレゼントにはならないってことだよね。ならないです。頼むよ今日。任せてください。絶対勝ちますすごいじゃん。テキパキ喋るし、すごいマジックできるし、すごいね。ぜひ負けてほしい。さあそれでは行きたいと思います。マジシャン龍太郎 VS ノーマジシャン正午ボススタート。できます。1本目やべえ、やべえ、2本目やっぱりマジックから始まったせいか、いつになく和気あいあいとしたムード楽しい。3本目わ、危なかった、危なかった。ボールを上げたいけど負けたくない4本目うわ、5本目やべ、6本目7本目8本目今のはもうまた抜かせとかのは感じできなかったな。9本目わあマジかやべ。いきます、ラスト10本目強いな。よし、10本中2本で超ボスの勝利。どうでした。いや早い、寄せてくるの早いです。どうするこれ、まあ、勝ったよな。視聴者プレゼントどうする。今日って一発目だから、ね、今日だけプレゼントする。じゃあそうします。今日は一発目で、これはもうボールは誰かにプレゼントします。そうだね、はい、じゃあもう今回は龍太郎負けたけどプレゼント、そうですね。ということでじゃあ今日のキーワード発表しましょうか。発表してください。僕は何かありますかね、キーワード。正午ボスの歌のタイトルなんていうのファイヤーです。一回ファイヤーでいこうか。ファイヤーでいきます。じゃあ今日のキーワードは、じゃあ今日のキーワードはファイヤーで、で概要欄に僕の公式 LINE のアカウント入れておくんで追加してもらって、そこにファイヤーって入れてくれれば、抽選で当たった方には私から連絡しますんで、送り先とか教えてもらってボールを送りたいと思います。いいじゃないですか。大丈夫、なんかやり残したことない。だっていやこのまま負けて終われないんで、マジックで挽回したいと見たことない流れだなこれ。ごめんなさい、マジックするんですけど、まず大前提としてトランプバラバラじゃないと意味ないんで、しっかりトランプバラバラっていうのを確認してください。バラバラだね。全部バラバラですか、大丈夫ですか。いや負けたの悔しいですね。
もう始まってんの。ん心理戦、俺引っかかりたくないから結構見るよ。そんな話しないよ俺もいっぱいしたもんだって。ちょっと持ってきてもらっていいですか。ちょめっちゃ喉も乾くんですよね。口もこれ心理戦、これ心理戦かな。いや違います、本当に唇乾いてるだけなんで。ちょっと待って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 、これさ、あのちょっと待ってって言ってさ、うん、暴いたりしていいの。暴けるんだったらいいですよ。いいの。いいですよ。今のは違うでしょ。だってえ、あ今のただリップ塗ってただけなんで。待って俺暴いていいの。いいよ暴いていいよ。暴いていいのやれるもんならやってみろって思ってる今。いいいい本当に、うん、リップトランプじゃなかった俺ショー見てたから今。ただリップ。いや入ってないじゃんこっち。ほら俺リップトランプだったと思う今。俺超見たもん今。いや今どういう、ちょっと待って、リップクリームがトランプじゃなかった今、うん、え変えた。いや違う、普通に俺トランプをこうやってやってたってこと。トランプでなんか唇塗ってたような気がしたんだけど。何これ、暴いていいんだよね。俺も暴いちゃいけないなら暴かないようにしたけどさ、なんか挽回するみたいな感じだったから、なんか暴けるもんなら暴いてみろみたいな感じだったから、結構アンテナ張っちゃった部分ある。でもいい、俺絶対そうだと思う今。リップトランプじゃなかったってこと、うん、これがですね、うん、だってないじゃん。違うこれだってリップ、これだってリップってここにムニュっていうさ、あるじゃん。あれどこ、え、どこ行ったの。いやトランプだって絶対。嘘、絶対トランプだったって。嘘、 俺見たもんだって。本当ですか。本当？ちょっと待って、汗引いてきてない。待って。絶対そうだったんだけど今。え、そうだよね。いや俺は少なくても気づかなかったよ。気づかなかったでしょ。うん、俺気づいたからね。え、こうやって塗ってたところが、ああトランプだったってこと？こうやって巻いてあって。そう巻いたトランプだったの。そうだったらそうだったってもう言って。俺は気づかなかったよ。ちょっと待って、うまくやらそうとすんのやめよ。だって今絶対そうだったもん。これですか。これだからほらないじゃん。ほら毎回なんかこれ開けた時ポケット入れるしさ、怪しくない？入ってないです。いい？大丈夫ですよ。いやよく気づいたな。すげえ。リップです、これリップです、リップです、トランプのリップです。いやリップじゃなかったもん、ほらすごいわ。いや超だって負けたくなかったから。え、多分気づいたの、うん、人いないと思うよ。ちょっと待って、もう俺の圧力が強すぎて、最初ここだったのに、ボールここだったのに、俺だからもうこう、だってほらほらってやってるから、こんだけ移動してるからね。戻ろう。ほらごめん、ごめんなさい。すごい、でもよく気づいたね。いいよ別に俺叩かれてもいいからね。そんな甘いマジックはさせませんよ。任せてください皆さんのね、もう目線、これもう代弁しますよ僕。すげえ捕まえます僕は今日。でも俺気づいてなかった。だから逆に言えばさっきまでの500円が本当いかにマジだったかっていうことも伝えてる。これはそっか。もう一個いけんの、うん、じゃあちょっとこの、せっかくなんでこのリップでマジックしましょう。うん、持っててもらっていいですか。うん、このまま手で蓋を隠してもらいます。うん、このリップが瞬間移動したらすごくないですか。うん、手の中からなくなってすごい瞬間移動するんですよ。うん、でさっきトランプバラバラって言ったんですけど、うん、もう一回一応混ぜます。うん、ちょっと混ぜていきます。うん、でこの中からちょっと1枚、じゃあ翔吾さんに好きなカードを選んでもらいたいんですけど、うん、もうこうやって弾いていくんで好きなところでストップって言ってください。うん、ストップ。じゃあこのカード僕は見ないです。うん、あっち向いておきます。はい、カメラの皆さんと全員の、うん、全員で見てください。うん、じゃあそのままカード、あ僕も見ます、ごめんなさい、見ます。やっぱり、うん、数あるカードの中で選ばれたのは、うん、ハートの9です。うん、これパームっていうマジシャンの技なんですけど、うん、手のひらに隠します。うんうん、教えてくれるんだ。うん、あ、失礼。こういう風に隠し持ってやるんですけど、うん、パームって言って、うん、え、すっごっ。で今リップ瞬間移動するって言ったんですけど、うん、分かりました。開けてみてください。まあこれで。でもさ、え、ちょっと待って、え、ハートの9ってこと。え、それはすごくない。え、待って、ちょっと待って、それはすごい。え、待って、俺すげえかませんじゃん。え、え、なにこれ。これすごいよね。すごいっていうか、え、ダッセー俺ら。ちょ待って、なにこれ。だってハートの9はたまたま今選んだんだ。最初から入ってたもん。
え、わざと見つかったってこと？わざと見つかったってこと、これを？そうだよ、だって同じカードになってんの。けえ、ダセえ俺。ダッサ俺すら見つけてる。え、すごい、なにこれ。え、すごいよ。なんでハートの9がここにあるって、俺こっから選んだよね、ハートの9。うん、あ、じゃあもう1枚あるってこと？え、じゃなくておかしくない？ちょっと、え、ハートの9ダイヤか。いや、マジでねえわ。お仕事先、僕に仕事マジックを見せてほしいっていう人は、僕の DM、インスタグラムの DM のアカウントを下に貼っておくんで、そちらの方に連絡してくれれば僕が行くんで、ぜひ連絡お待ちしております。マジですごいわ。チャンネル登録、チャンネル登録、じゃあ、そう言ってもらっていい、負けたから。ショーゴボスの、チャンネル見た人、面白いなって思った人はぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。